ということでね、はじま京志郎の連結システムっていうことで、前の24分のね、長ったらしい動画から、みたいな感じで繋いでる。これが連結システムって言うんですわみたいな感じで、怖い顔してるのって言うけど、その動画投稿の次、じゃあ、あのね、俺、やばいのが、その、今こうやってしゃ黙るじゃないですか。黙ると呼吸を忘れるんですよね。ああ、疲れた。ああ、ちょっともう24分喋ったし、もういいかな。もういいな、寝るわ。おい、はじま、起きろ。あ、汚い足見せんな、これ。おい、はじま、起きろ。お前は未来のトップ YouTuber になる男、こんなとこで、うるせえな、このあれ。ということで、あ、大丈夫、アシちゃん大丈夫、アシちゃん大丈夫、汚いアシちゃん大丈夫、アシビーム、うわあ、アシビーム、やがうわわわ、やがうわ、やがうわ、やがうわ、誇張しすぎた藤原竜也のモノマネをする藤原竜也のモノマネ。ゆががうわ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 う、いやー、マジで生き方にセンスを感じてます。三の物語さんのね、なんかあのツイッターになんかね、三の物語さんの話しますか。単純に三の物語さんって面白いんですけど、持ち上げられすぎて、それ持ち上げられ体制がなさないからっていう理由で単純にあんな感じになっちゃったんですよね。悲しいよね。あ、そうだ。ちょっと、今度移動するとき、そのね、股間のね、ものが、ね、まあ、3匹の英雄が見えてしまったら困るんで、ちょっと動画停止します。なぜ停止するの？単純に、冷たいお茶が飲みたいから。でもね、みんな、飲むの待つのって思うじゃないですか。これね、なんかウェブカメラの機能によって、このボタンを押すとね、まあ、こんな感じで、まあ、キングクリムゾンできるんですよ。ドゥンみたいな感じになったでしょ。怖いでしょ、みんな。こんな感じで、ドゥンみたいな感じになってるってね。お前ね、バリヤードかって。おー、いいツッコミだね、君。スカウトしたいけどな、うちお金ないんだ。あ、事務所もなかったわ。ということで、上地にしてくれ。いやー、すごいスカウトマンがいますね。そうだ、スカウトマンをスカウトするっていう YouTuber をスカウトしてみようって企画したよね。絶対来るんだよ。俺の考え値がくぐって、みんな YouTuber が使うんだよ。だから、スカウトマンをスカウトしてみたってやつ、絶対出るからな。うん。スカウトマンをスカウトするやつをスカウトするやつをまたスカウトするやつをスカウトするやつをスカウトするやつを殴ってみた。いやー、突然バイオレンスな暴力的、おう、それは頭痛が痛いの音速のソニックじゃないか。ということで、コンボ決まりました。どうおということでね。あと俺がムカつくのは、なんかね、ファン、今ね、パッと見たんですよ。宮川ちゃんって人がいたんですよ。ちょっとね、パッと見間違えるからやめてほしいんですよ。何がムカつくかって、そのファンが好きなのはいいんですけど、自分の名前持ってください。お前は千と千尋のボキャブラのない千代バーカってな。自分の名前ばっかつけていくってね。ボキャブラのない千代バーカってね。あれ、千代バーだっけ？うん。ボキャブラのない千代バーほど怖いね。あなたは千代バー。千代バー。千代バー。もったいないね、千代バー。みたいなね。恐ろしいな。ボキャブラないとこんな恐ろしいんだ。っていうことで。愚の骨頂。愚の頂点にして、原点にして、頂点にして、原点。減点されました。はい。ボキャブラないんで減点されました。誰にですか？一本！何も書いてないじゃん。誰でもないってことなんだな。ああ、どんち聞いてる。何も聞いてねえよ。お前の回答がエッチ聞いてそうで聞いてねえよ。ということで。やべえな、マジで。ちょっと怖くなってきたな。俺はマジで。こんなことしてると。揺れて。うんち、うんち、
うんち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 ガチャドゥイナウドゥイドゥイドゥイナウンチウンコ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 とウンチどっちがいいのかいかかかいかいかかかかいかいウンチとウンコウンチとウンコウンコとウンチのウンコのウンコウンコカレー味のウンコと味カレーじゃあウンコ味のカレーと味の素のウンコうわぁ、どっちにしようかなぁ、迷うなぁ、邪行剣、邪行剣言うとよ、やめてくれよ、ごめんね、変な質問して、許して、ちょんまげマウッキングということで、このボケをね、マジで面白すぎないこれ。うんこ味のカレーか、味の素のうんちってさ、面白すぎるだろ笑ってくれよ、腹抱えて笑ってくれよ、窒息死の手前まで。それ気絶じゃん。あいや、マジでサイコパスすぎんだよな、俺の動画の構成が。行き当たりばったりにも程があるんだよ。もうみんな心臓びっくりしちゃうよ。予想だにできない行動するじゃん。いや、それ気絶って言って気絶するけど、そこ沈黙じゃなくて喋っちゃうやつとかどこにいんだよ。な、逆に確かにこの時間が不安だからとかじゃなくて、俺がただ喋りたいだけなんだよ。そのね、沈黙するとね、息が止まるから、あと俺、その、こう、ふんってやった時、息を吐いた状態でやるから、2.25 秒しか持たないんだよ。で、その 0.25 秒何っていうのは、あの、モーションです。ね、0.125 が全、始まりで、こういう感じでしょ。モーションカットみたいな感じです。あ、モーションカットってよくわかんない言葉使いました。いや、まあね、もうちょっと眠いわ。もう寝るわ、もう俺。もう疲れてんだよ。もう、やっぱ酸欠になるわ。あ、そうだ。冷たいお茶持ってくれって言って持ってきてないわ。あのさ、あの、最近の YouTube ってさ、あの、なんつうんだろうな、うん。ほんと、やってること全員同じなんだよな。なんか、ネクストステージのさ、これ、たけしさんのモノマネしてるわけじゃない。俺の、あの、なんか、こうやって、目が血走った。あの、なんか、最近 YouTube って、ほんと、たけしさんのモノマネしてるみたいじゃん。あのさ、YouTube は最近なんか、やってること全員同じなんだよな。骨格変わるからやめときや。やめまーす。スタップ細胞やめます。へー、スタップ細胞って始めてたんだっていうね。おー、そのツッコミいいね。スカウトしたいけど、君、暗殺依頼を僕受けちゃって殺さなきゃいけない。ピシッ、へっへっ、ポン、うわうわ、仕込み小指だ、仕込み小指だ、痛いよー、痛いよー。そこにはガンガゼの針を3000本詰めておいたからで、というね、恐ろしいね、ガンガゼっていうね、毒ないよ、ガンガゼは。でも痛いよ。うん、折れやすい棘だからね、ガンガゼ気をつけろよ。毒はない、多分ないんですけど、折れやすくて刺さりやすい。毒あるか。もう、ガンガゼ嫌いだよ、あの見た目。ウニっぽいけど、絶対あいつまずいだろ。チンプクチンプクチンプクプクプクチンプクチンプク。あーマジでさ、もう急上昇クリエイターに俺乗りてえわ。こんな面白えのに。ふざけんなよ。なあ。急上昇クリエイターに乗せてくれよ、YouTube さん。こんななんかもう独自のスタイルやってるやつ俺以外いねえから、今 YouTube。うん。俺以外いねえからって言って意外にいいんだけどな。でも意外にそうだけどね。ガチでやばいやつね、本当に。お、箸の持ち方先生やってるわ。ということでね、まあ、次回の動画で会いましょう。MSS プロジェクトチャンネルの、その、スポーンって言ってる人だっけ？その、グラサンかけてる人が後藤輝樹さんかと思った。うわ、後藤輝樹さんだって。え、こんななんかサムネにしてるって思ったら MSSP のリーダーでした後藤輝樹さん。チンコ主義ってなんだ、チンコ主義ってなんだですねですね。面白いけどね、面白いよな。
はいどうもはこんばんちゃ、おーと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 、レロ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 バーボンドゥドゥバーボン、これちゃうちゃちゃうちゃうちゃう、5本の指、5本の指ソックスならぬ手袋ならぬ手の薄皮を見せているのであった。指を見せてるわけじゃない、僕の美的センスにあふれる薄皮を見せたいだけなんです。よくわかんない歌ですね。まあこれになギターも弾けたら最高だよね。お前誰やねん。いやそっちじゃないよ。ということでね、こうやってるね。お前はアシュラマンカイっていうツッコミしない。これカイってしない。ボーンってなんか強いやつがゴーンってノックした時にバラーンって言って壁が崩れ落ちるみたいなシーンのコーンですね。ノックで人殺す、どうもノッキングマスタージローでーす。いやそれね、なんでしょ。その僕おもろくないから。キリットのあれ？キングンパーリーってマー君って名前に変えたの？違った。やっぱキングンパーリーじゃねえかよ。なんだよおめえマー君って、めっちゃやべえやつじゃんこいつ。いじっちゃダメな顔してる、やばい。なんか酔ったら絶対弱いやつに殴りかかってくるクソ男の典型的な顔してるってね。はい、容姿差別始まりました。はい、赤番です。はい、さようならということでね。まあ、そうなっちゃいますから、皆さんも容姿差別は知らないでください。僕はしてないです。こうやったら危ないぞ、こんな感じで言ったらダメだぞ、これも容姿差別に入るぞっていうレクチャー。これはダメだぞっていうレクチャー。ダメだぞっていうことで、ダメだぞとは言ってないんだなとか言って、ダメだよ。容姿差別はいけない。ハンドパワーで隠す。ハンドパワーってね、ここでやろうと思ったら、ハンドパワーって言って止めて、変な格好、ロビンマスクですみたいなことやりたかったけど、両手こうやってるから、ここの停止ボタン止められへんやない。よいということでさ、まんじまんじ、まんじがすいたよ。はい、まんじ。何空間使うのね。ということでね、あのさ、これやばくね？あーって、マジ、キモいな、顔、ほんとやばいな。今にも吸い込む。おいしゅうございました。ゴーチになりますよーということでね、テンションが高いけど、今日のテンションビエージもおしまい。はあ、疲れた。ああ、マジ YouTube 大変だ。なあ、あんまり大変だ。ああ、まあ、マネージャー肩もんでや。ああ、まあ、マジ疲れるわ。やっぱキャラ作り大変だわ、マジ。ああ、もう寿命3年分くらい縮んだわ。笑えよ、俺のボケで。俺のボケで笑うのは絶対だろ。なあ、おい、給料、時給30円カットな。うん。ああ、マジでよ。ああ、もうだるいわ。金も全然入ってこないし。お前、何個バイト掛け持ちしてるの？やっち、少ない。10個くらいやってこい。なあ。というね、クズ男の演技でした。マネージャーなんかいねえけどな。やばい、眠くなった。おやすみなさい。あ、やばい。イヤホンを踏んで横に移動してしまった。あ、すみません。いや、腹が出てる。あ、出てない。腹が意外に出てない。あ、はぁ、手でやっちゃったら出ちゃうな。どうも、橋場恭志郎です。いやね。お前なんでそんな角度から動画撮んのって。いや、みんながやらないから。みんなもこういう角度で動画撮ってほしいよ。どうも、狐に模した、中指と薬指と親指を連結させた手こと、ツインビーに似てると言われる、模型です。模型じゃないよ。模してるだけだよ。いや、まあね、最近の YouTube ってみんな、なんかさ、企画は確かに面白いんだけど、キャラとしての魅力とかはさ、編集の魅力とか編集の個性、そういうのがないんだよね。確かに企画は面白いのはいっぱいある。確かに面白い。でも魅力とか、編集の効果音とかがさ、オリジナリティがないんだよ。だからつまらないんだよね。だから僕最近東海オンエアしか見てないんだ。かといって山王物語さんの復活の動画見てくけど、僕はやっぱり過激な動画が嫌いなんだ。
汚い動画とかさ、そういうのは見ないよね。確かにレイターズ体張ってないって僕が言った直後にすごい体をサトルに体張らせてたけど、でもああいうのってやりすぎだと思うんだ。ラインを超えちゃってるっていうかさ、ドン引きしちゃうよね。だから僕見ないんだ。確かに体を張ってることは評価するけど、つまらないよね。うん。あとさ、レイターズが来年の3月31日までに、あれだよ、100万人いかなかったら引退しますっていう、クソみたいなまた、メグインのパクリをしたんだから、本当に引退してほしいよね。うん。パクっちゃダメだと思うんだ。そうなんだ。パクっちゃダメだと思うんだよ。何個パクんだよ、レイターズ。メグインのネタパクったら、メグインのそういう、なんかさ、引退先までパクんのかよ、お前。ふざけてんじゃねえぞ、この野郎、レイターズよ。お前、ふざけてんじゃねえぞ、この野郎。ふざけてんじゃねえぞ、これ野郎。お前。俺のツインビーがうなるぜ。ドゥ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 。どうもーの、あ、疲れた。あ、指をね、上げ下げすぎると、なんかね、ここら辺の筋肉が痛くなっちゃうんだよ。まあね、引き続き、羽島恭志郎の呼吸、鼻呼吸の音、たまに口呼吸の音をお聞きください。あと鼻をすする音とかくしゃみとか、その他もろもろ、とうもろこし。もろこしの腰がいいけど、もろっとしてないけど、糖分はたくさんある。でも、もろっていう部分がない。腰があるのに、もろって部分があれば100点なのに。というかさ、お聞きくださいが、鼻をすする音と、その呼吸音だけかと思ったら、喋り始めちゃったよ、こいつ。どうしてくれんの？慰謝料、マイナス3500、不可説1000円。そんなくれるんですか？いや、マイナス3500、不可説1000円をあげる。ガビーン、ガビーン、ガビーン、ビーン、オーヤピン、知覚過敏。ということで、まあ、中衛、視覚過敏、失格過敏、おう、歯が痛い、冷水飲むと痛い、常温でも染みて痛い、この年で視覚過敏、ちゃんと歯磨きしろよ。なんかワニマっぽいね。ワニマっぽいよねって、マジムカつくんだよな、俺そういうの。なんか何々っぽいよねってムカつくんだよ。ワニマっぽいよねってやっぱ敬意を払わさなきゃダメなんだよ。あの、ワニマっぽいよねって呼び捨てしたくないんだな。なんか、ワニマさんっぽいよね、みたいな。うん。ワニマンとヒヒっぽいよねって。ワニマっぽいよね、それと俺言いたくないんだよな、まず。なんかワニマ知ってますから、みたいなアピールでたのには、めっちゃキモ。ワニマっぽいよねって言いたくないし、ワニマっぽいよねって言葉使わないしさ。ね。うん、でもななんて言えばいいの、ワニマさんっぽいよねって。ワニマさんって人いないからな。ワニマさんがいいな、いいって。でも、どうも、脱力系 YouTuber で、今月26回、肩を脱臼しました。どうも、羽島恭志郎です。まあ、肩を脱臼してるので、寝たきりですとか言いながら、頭をかいてる様子がバレて、お前肩脱臼してねじゃねえの。いや、左肩を脱臼してるからと言いながらスマホ持ってたじゃねえの、お前。おいおい、嘘で塗り固めた人生楽しいかい？今こそ真実を言って、晴れた人生歩こうぜ、おーいえ。今からその嘘で塗り固められた道ぶっ壊して、そっから、転落してどん底になって、でも新しいスタートを切って、いい人生行ってこうじゃないの。はい、ということでね。ラップってよくわかんないですよね。ああ、ガチで。ほんとなんかね、最近動画投稿してない理由言うか。うん。タイトル変にすればバレないかな。いや、やめとこ。なあ、言いたくねえんだよな、理由を。なんで俺が動画投稿しなかったって、じらしてるけどさ、その、なんつうんだろうな、それ言うとまあまあのすごいことなんだよ。うん。結構俺すごいことあったんだよ、この休んでる間。休んだ理由もすごいな、そのために休んだんだけど、でも言えないんだよな。まあ、そのコメント欄でね、何があったかっていうのをズバリ当てたら動画にします。当てられたらね。
いやーまあね、でもほんと眠いわマジで。腹筋腹筋腹筋はダコア。あ、なんだそのボケ。あ、ちょっともうなんかテンションパワーなくなってきた。ということでね、まあ、この動画を撮り終えて寝て、明日くらいに動画を撮ろうかなって言って、その明日っていうのが分かんないよな。いや、じゃあちょっと鼓舞しよう。明日か今日だからちょっと日付言うわこの動画でって言って、他の動画で日付言ってたらどうしよう。え、今日は11月1日ですよ。もう今年もあと2ヶ月ということで、まあ、2ヶ月じゃないな。え、1.99 ヶ月ですよ。ということでね。ということで、次回の動画で、ゲッパーランドということで、口の中カピカピランドということで、次回の動画で、ね、会いましょう。頭ボリボリ、割れメロマンド、バーラメロマンド、みんなこのボリューミーな動画を見て満腹になってくれ。頭かゆいなぁ。さあ、行こうぜ輝く明日へということで21分ちょうど終わりました。バイバイ。